はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は初めの一歩ファイティングソウル動画撮ろうと思います。ということで、やっていくんですが、なんか新しいねサポーターで、キースドラゴンが登場しましたよということで、なんか選手かと思ったらサポートみたいですね、このキース。いや、なんか見た目バリバリ選手っぽいのにこれでサポーターなのっていう、幸運キースドラゴンということで、まあ幸運だからブロッキングと回避、敵の回数を減らすと、もしくは味方ランダム状態異常、味方ランダム3体に確率で状態異常回復を与え、敵ランダム3体に、属性の耐性ダウンを与えると、でさらに味方の技術以外全ステータス、33,220% 上昇させると、この半端な数字は何なんだろう。そして、国士無双、なんだこれ戦闘時味方全員の技術以外の基礎ステータスに48,000点追加する、なんだこれちょっと面白いぞ、国士無双これ倍率がかかる前の素のステータスを48,000点プラスするってことだよね、きっと。基礎ステータスって書いてあるから、いや、これもしかしたらなんかその素のステータス倍率かかる前のとこに48,000足されるって結構でかいような気がするな。はい、ということで、まあ、ちょっとね欲しいねキースドラゴン、なるほどなるほど。はい、じゃあ1回無料分があるんで引いていってみましょう。いきます。さあ来い。あ、ちょっと待って、飛ばしちゃった。はいはいはい、まあ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 、あ、OK、 これ仙道とゴンザレス出たのは嬉しいね。そして、まあ、キースドラゴンは出ませんでしたよと、まあ、ちょっと今指がね、あのパターンって、ね、連続で当たっちゃったから、ガチャのね映像と飛ばしちゃいましたが、まあ、ただ、1111万対戦記念の仙道ゴンザレスが出たのは結構嬉しいかなというとこですね。まあ、他はちょっと型落ちしてるかな。はい、という感じかな。お、シークレットパック発生中、1時間限定の謎パックが出てますが、今は購入しないでおきましょう。排出率10倍、これさ30万剣石引けないこともないが、さすがにちょっとこのタイミングで使うのもなんかなって感じだよね。はい、というわけで、まあ、ちょっとねまたの機会に狙っていきましょうという感じかな。で、あとね対抗戦でこれか、コラボのね、なんだっけ、ぶっちゃけチャンネルサポカみたいなやつゲットしたので、まあ、これはこれでね改めて装備しておこうかなと。酒と女は2号まで、なんかあったら深呼吸、褒めてダメならもっと褒めろ、ぶっちゃけチャンネルということで、まあ、これちょっと装備しておきましょう。なるほどなるほど。はい、という感じですね。まあ、ちょっと待って、さっきのサポカのなるほど、これはだからあれか、現役時代のやつが列コンとして選手で出てる上に、今おそらく、引退したプロボクサーでチャンネルをやってるっていうことだと思うので、今のチャンネルやってる人たちがこの3人ってことだね、きっと。なるほどね。はい、さらに、まあ、一括でくっつけられるやつはくっつけてしまいましょう。 OK で、あとあれか、個別でくっつける中で、1111万対戦記念こちらを、プラ2にアップ。よしよしよし、プラ2だとまだ動かないですね。まあ、動くという話はなんとなく噂で聞いているので、もうちょっとプラス重ねないとダメかなというところか。で、高村姉もくっつけちゃいましょう。 OK、こちらハロウィンなんで、あと4ヶ月ぐらいするとね、また別のハロウィンが来るかもしれないねと。そんなとこかな。あとはくっつけられそうなやつはあれか、記者の2人のユニゾンと、会長と沢村真柴、あ
あと宮田父か、この辺が、一応ね、なんかどっかで動画外でゲットしたっぽいので、くっつけておきましょうか。となると、会長はこっちか？違うね。最高のセコンドじゃない方か。風神の光の方か。風神の光会長、これか。こっちですね。お、プラ10になった。よしよしよし。プラ9からプラ10はね、結構長いので、ここを抜けたのはでかいですね。あとはユニゾンの、藤井ちゃん、飯村さん、こちらもくっつけておく。16になる。OK。で、あとは、あとは、あれか、ユニゾンの沢村真柴と、宮田父。宮田父単独はどこだ？宮田父単独ってこの辺に、あ、いた。あー、ちょっと待って。見つけたのに違うやつ触っちゃった。宮田父ね。くっつけておきましょう。OK。そして、沢村と、真柴のユニゾンですね。どこにいる？沢村真柴ユニゾンは、イラスト的にはどんなやつだ？まあまあまあ、すぐ見つかるとは思うんだけど、あれ？沢村真柴ユニゾン。沢村仙道がいるな。沢村仙道じゃなくて、沢村真柴。沢村、これだ。沢村真柴仙、ユニゾンね、発見しましたね。なんかそのうちトリオとか出てきそうだよね、このノリだと。もうユニゾンは出し尽くしたから、みたいな。とりあえずくっつけられるのはこんなとこですかね。ほい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 。そうだね、ここまでかな。 OK。 じゃあちょっと絆見てみましょう。まずは風神の光。こちら会長が育って上がった感じかな。でチャンピオンカーニバル、これも会長絡みか。上げておきましょう。あ、思ったより上がるぞ、これ。89%。でかっ。89%、96%。まだ上がる。103%。でかいね。110%。130%まで上がった。チャンピオンカーニバル。これの恩恵はでかそうだ。で、1111の奇跡。これは1111日記念と1111万対抗戦、記念の2枚がある中で、まあね、仙道とゴンザレスの方が一応ね、プラ2になったよという感じですね。で、対リカルド、こちらも上がっていく。OK。お、これも 96%。でかいね。はい。ということで、まあ、今回は、ここまでですかね。実戦総合力が、ギリギリね、300条に入って、超えてなかったと思うんですが、311条まで上がりましたね。 OKOK。 なるほどね。とキースね、ちょっと欲しかったけどな。国士無双4万8000点がちょっと面白かったので、出てくれたら嬉しかったんですが、残念ながらね、ちょっと引けなかったね、という感じですね。まあね、これはどっちかっていうと、排出率が10倍、50倍、100倍と上がっていくから、何度も引いてねっていうガチャっぽいので、まあ初回無料分でね、引こうと思うのはちょっと、まあいつもそれなんだけど、都合が良すぎたかな、といったところですかね。はい、ということで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。